はい、早速本日も人生に役立つ情報を共に学んでいきましょう。教えることはできませんが、はい。初めて読む文章をインプットしながら同時に配信していきます。それでは読んでいきたいと思います。今日のお題は、人生はあっと言わせるためにある。こちらを今から読んでいきます。人から希望がないねと侮辱されたとき、こう思いましょう。いつかあっと言わせてやると期待されている人がうまくいくのは普通です。驚きも感動もしません。期待通りだからです。驚いたり感動したりするのは期待されていない人が挽回を果たした時です。まさかこんなことがあるなんて、奇跡だ、信じられないと言われます。期待されていないのはチャンスです。期待値が低い状態です。期待値が低いほど相手を驚かせやすいです。少しでも上達するだけであっと言わせることができます。驚かせたり感動させたりできます。いい意味で期待を裏切ることができます。あっと言わせている未来の自分を想像しましょう。実力を身につけて大物になり、多くの人が驚いている様子です。あっと言わせている様子を想像すれば、やる気はいくらでも出てきます。人生はあっと言わせるためにあるのです。今日の格言、あっと言わせる様子を想像して希望を見出す。なるへそね。確かに人生をあっと言わせるように想像して希望を出す。想像しないと、想像とか願望、ゴールがあってからの道筋ができるっていうわけ。もう何言ってるか分かんない。まあ自分の頭で考えてください。ぜひコメント等お待ちしております。あっと言わせるように。はい、それでは今日はこの辺で、ドロン。